おはようございます。5月6日の相場解説になります。時間は朝5時17分ですよね。FX のチャートっていうのはトレンドを書いたと思ったら横ばいになって収束して、そしてブレイクしてまたどっちかにね、トレンドを形成する、この繰り返しでできてると思います。だいたい相場の7割ぐらいは、まあ言ってみれば、まあ、平穏無事なこう緩やかなね、レンジを書いてるんですけども、たまに3割ぐらいがですね、こうトレンドをグッと書いて、そこで利益を取るチャンスが生まれてきます。じゃあどこでですね、そのブレイクするポイントが訪れるのか、これは注意深く見ていかなくてはならないんですけども、ここがですね、今まさに来てるんじゃないかなと思います。昨日の放送でも申し上げましたけども、トレンドをどっちかに書くのかなと思って見ていたんですけども、いまいち方向性が決まらなかったんですよね。で、昨日を発覚したのは、あ、どうもトライアングル書いてるかなっていうところなんですよね。今日もその辺を解説していこうと思います。まずはデイリーをご覧ください。はい、こちらの方デイリーなんですけども、ご覧のようにトレンドをぐーっと形成してね、バイデンさんからというものずっと上に上がってきました。細かく見ると N 字を書きながらこうやって上がってきたんですよね。で、ここで横ばいのような緩やかな山を作ったと思ったら大きな山を作って、おヘッド&ショルダーになるんではないかなと思ったんですけども、いまいちなりきれてないですよね。で、これからもヘッド&ショルダーほのかに、見ていかなくてはいけません。予測の一つに入ります。じゃあこの後ですね、このローソク足が下に行くのか上に行くのか、これを見ていかなくてはいけないんですよ。上に行くようでしたら、ここの抵抗体を超えて上に行くようでしたらエントリーポイントがここに出てくると思いますし、もしね、下に行くようでしたら、これはヘッド&ショルダーを警戒するために大きな下落を迎える、こちらの方にブレイクポイントを設定することになります。さあ、それで4時間の方を見ていきますね。はい、4時間の方を見ていきますと、まあ右肩上がりに変わってきたなってことですね。下に行ったのがぐーっと上の方にね。ただやっぱりね、大きな山を描いたと思ったらすぐに引き戻される、下の方に行ったと思ったら上に引き戻されるって形で、いまいちね、方向性まだ決まってないんですよ。じゃあどういうことなのかなってことを見ていくと、これは1時間でよく出ていたんですよね。1時間まで遡っていくと、これがね、だんだんいいですか、こういうふうに横ばいの線を引いたときに、縦の振れ幅がこうあったのがですね、こうあったのがだいたい半分ぐらいになったみたいな感じですね。で、さらにちっちゃくなってきて、まあ、上の方に飛び出たところもありますけども、どうでしょうかね、これを収束と言うんじゃないですかね。こんな形です。こういうふうに下は引けると思います。まあ、ですんで、この移動平均線見ても分かりますけども、こうだんだん大きな振れ幅がちっちゃくなって今横に行ってるじゃないですか。これがだから収束してブレイクの直前だよって形ですね。こちらの上の方にブレイクするのか下の方にブレイクするのかが今のところ見えてこないんですけども、一つの目安としてもう一回引きますけども、赤で引きましょうか。こちらの線もしくはこちらの線を突き破った方向に抜けていくというふうにいつものように見ています。ですんでね、ここいつどのような形で上に行くのか下の方に行くのか、これをこれから見ていきましょうということになります。かなりだから的絞れたでしょ。でもね、だからといってブレイクしてそのまま突き抜けたって簡単にはいかないんですよ。ブレイクしたと思ったらまたね、戻ってくるってこともありますんで、必ずロスカットラインを引きながら慎重にやっていきましょうということでございますね。はい、何度もね、同じ解説をしてますけども、何度解説してもあれまたうまくいかないやってことがあると思うんですよ。それはエントリーの回数がね、ちょっとね、少ないのかなと思います。エントリーしないまでも相場解説を自分なりに組み立ててみて、今までね、いろんなものを学んできたと思います。ゾーンというのも学んだと思いますし、フォーメーションもあったと思いますし、エリオット波動もあったと思いますしね、坂戸号法もあったと思います。その4つのね、手法を思い出しながら、こういったローソク足チャートに補助線を引いていくというのがね、基本的な練習になります。まあ、ですんでね、任意のチャートを見たら補助線を引いてみるってことを繰り返したりとかね、それから私の方に補助線を引いたメールを送ってみたりとかね、それで答え合わせをしていくとか、考え方をいろいろと交換していって、さらに精度の高い補助線が引けるように、まあそれが日々のトレーニングになると思います。それがコツコツ FX をやるってことかなと思いますよね。じゃあ本日は以上でございます。まあどうなるのかね、上の方にブレイクするのか下の方にブレイクするのか、はたまた曖昧な動きになるのか、この最後のね、曖昧な動きになるのかってことがいつでもついてもありますんでね。FX、単純ではあるんですけども、ただそうはならないこともあるということがありますんで、必ずロスカットラインを引いて、そして、小ロットでね、やっていきましょう。本当にね、
自分で扱えないようなロットをやっちゃダメですよ、うん、これは何でもそうですけども、うん、やっぱりね投資事とかってねビジネスもそうですけども知名度を浴びるような勝負をする必要はないんですよ。小さなリスクで小さなリターンを取っていく、それがだん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 資産の割合に応じて大きくなっていくだけですからね、まあ、ですので100万円が払えないのに1000万円の勝負とかね絶対しちゃいけないですからね。はい、ということで、投資の概念もお伝えできました。本日は以上でございます。